手口の残虐性は他を寄せつけず、ロンドン中を恐怖のどん底に突き落とした男、究極の殺人鬼、切り裂きジャック。ジャック、あ、もうこんな時間、早くお家に帰らなくちゃ。なんだって、まだこんな時間じゃないか。どこか行こうぜ。でも私怖いわ。あの新聞のあいつが。新聞のあいつって、あいつって誰だい。切り裂きジャックよ、知らないの。の手術用のメスみたいなもので女性ばかり狙うって話よ。内臓を壁の額縁にぶら下げてあったって話を聞いたわ。お、恐ろしい。恐ろしい、恐ろしいだって。バカ言うんじゃないよ。だって君はさっきからそいつと話してるんだぜ。この夜遅くまで遊んでる、だらけして女が。 That boyfriend is a spy. どこから、ひつもに、お前、お前、君、言ったぞ。俺は、これからも、俺には、しもべが必要だ。こう、まじぶな。扱いやすい。ん?極めて忠実な、しもべが、ウーリー。ウーリー。ビリビリ。大抵の人間は心に全部たんがある。そのため、思い切った行動が取れる。ま、素晴らしい悪への恐れがあるのだ。だが、ごくまれに善なるタガのない人間がいる。悪のエリート、俺、君がそうだ。このディオのしもべにならないか。このディオに服従するのだ。闇のジャック、ジャック、素晴らしい力を与えて、今以上の快楽を手にできるぞ。悩みはもう何もない。ウリ、幸せそうにしている、楽しそうにしている女に怒りを感じるんだろう。今以上に思いのまま怒りをぶちまけられる力を授けてやる。そばまで来いよ。あの日の惨事を知るのは僕とスピードワゴンの二人だけ。警察もディオを逮捕の際の大事故と納得してくれたが、気になるのは石神。瓦礫を掘っても出てこない。屋敷が崩れ落ちるのと同時に他の者と同様粉みじんになったと信じたい。誰だ、さっきから釣り。どうかしたの。いや、なんでもな。サンドイッチ、ジョナサン・ジョースター君、そしてそのレディはミス・エリナ・ペンドル。ペンドルとこん座ったままの姿勢、膝だけであんな跳躍を、何者、ダメージクイズキースリボカ襲ってくる。よく生き残れたものだ、あの石仮面の力から。だが生きているぞ。
石仮面の男も。うわで、うわっ、ジョジョ、よいよ、そうそう、肺の中の空気をすべて 1cc 残らず絞り出せ。something something、ジョジョ、怪我してる人に。しばらく呼吸はできんが、心配はいらん。リリース、ドルパー。うわっ！なんだ、僕の体が、腕が。私はツェテリ男爵だ。勇気だけでは石仮面の力には勝てんよ。痛みが、骨折した腕の痛みが。全然痛みが消えたか。そうじゃない、君の呼吸が痛みを消したのだよ。そして私は味方だ、ジョナサン君。信じられないわ、待機するのにあと一月か二月はかかるはずなのに。もうほとんど痛みはない。なぜ僕にこんなこと、どうして僕の名を。答えを見せてやる、ついてる。そしてそれを見て私を知ったら、君の運命はまた変わる。Training times and that.私の目的は後で話すとして、君の体に何が起こったのか説明しよう。呼吸が起こすエネルギーを見せてあげよう。このツェペリが長年研究した肉体操作法だ。東洋人は仙道と呼んでいる。な、何をする気だろう。いいよ。Gonna spike you. あれは、あれは一体。ハモン。セクレビースト、ハモン。私は君の横隔膜を指でつき、君の呼吸を調節した。今の私と同じように、特別な呼吸法にしたのだ。簡単に説明すれば、呼吸には血液が関わっている。血液は酸素を肺から運ぶからだ。そして血液中の酸素は肺細胞に関わっている。肺細胞イコール肉体、つまり水に波紋を起こすように、呼吸法によって肉体に波紋を起こしエネルギーを作り出す。今から見せるエネルギーは、君の骨折の痛みを消したエネルギーと同じもの。うわー、耐えろ、やめろ。You said the ringer, ringer, that. カエルは何ともない。岩を砕くのも凄まじいが、それにも増して不思議なのは、カエルを撃ったというのにカエルが無事なこと。これが仙道だ。仙道？波紋エネルギーこそ仙道パワー。私の波紋エネルギーは
カエルの肉体を波紋となって伝わり、岩を砕いたのだ。掌握者ライフ。ジョジュ、私は知っている。あの石仮面と私の先導には共通点がある。先導と石仮面は表と裏なんだ。あの石仮面は壊れていない。石仮面の男リオが持っている。なんだってリオが生きていると言ったのか。中国人が一人いたろ。あいつが町でジョースター邸の火事について喋っていることから調べ上げた。その後